はい、さあ日も落ちてきましてですね、そろそろやっぱり夕食時かなということで、先ほどのあれですか、その虫パズルのご褒美というか、はい、ってことですかね、こちら、はい、皆さんご存知サクホテルさんでございますね。サクといえばサクホテル、サクといえば鯉、鯉料理といえばサクホテル、はい、そうなんですよ。こちらはですね、鯉料理発祥の宿と言われているですね、まあホテルさんなんですけれども、まあ佐久市はね、鯉料理が本当に名物で、もうここではその新鮮な鯉料理が、美味しい鯉料理が食べられるということでね、僕も鯉はね、小さい頃から慣れ親しんだ味ですので、久々にねちょっと舌鼓を打ちたいななんて思いますけれどもね。はい、じゃあ早速ですか、鯉食べていきたいと思います。見てください、 100% 白井雄介様って書いてあります。どういうことでしょうこれは。100%、あ、このちょ、脱ぎます、脱ぎますか、じゃあ脱いでお盆一枚でいきます。追い出されちゃうんでちょっとやめときますか。はい、じゃあ早速ですが行きたいと思います。失礼します。わあ、久しぶりに来ましたよ私も。ね、あ、書いてありますよ、この佐久鯉発祥の宿ってね、鯉料理ね、ということ。見てください、この雰囲気いいじゃないですか、この庭みたいにこうなってて、で、あ、こちらお部屋が一つ一つね、ちゃんと敷居が分かれてて個室になっているわけでございます。上もねありますけども、早速ここも 100% 白井雄介って書いてある。こんな感じでしょうかね。はい、じゃあちょっとお邪魔したいと思います。失礼します。よいしょ。さあ見てください、この品数、今回なんとですね、フルコースで、一番高いコースを、一番いいコースをね、ちょっとお願いしましてね、すごいですよ、もう鯉のフルコースですよ、もう鯉のねお刺身、そして洗いと、そしてね、南蛮あえとね、鯉の鱗の天ぷらとか、あとまあ鯉黒と、そして鯉の旨煮と、これもうほら見、これね、これうまいぞ、ほら、うわ、ほらほら、このなんかタレがですね、240年近く続いてる、つけつげつい、なんだ、ついでついで、こう足してずっと続いてるものらしいですよ、秘伝のタレ、いやすごいですね。そして鯉黒もね、僕鯉の中で鯉黒が一番好きかもしれないくらい好きなんですけれども、ちょっとやっぱ最初に鯉黒からいただきますね。あー、はいはいはい、これこれこれですよ。やっぱね、鯉のね、身、これがね、